どうも村田です。今日はね、ぶら下がれるところ、ああ蝶々が尊い、ぶら下がれるところがあれば、誰でも練習できて、そして役に立つ基礎練をね、紹介していきたいなと思います。こういう動きをね、したいわけなんですよ。でこれね、どういうところに役立つかっていうと、例えば宙返りって抱え込み、屈伸、伸身っていう感じでレベルアップしていくんですけど、当然伸身の回転ができたら屈伸もできるし、抱え込みの回転なんてもっと楽だからできるわけなんですね。アクロバットの基本ってこう胸を中心に動かしていくことなんですよ。もっと言ったら胸を中心に下半身が連動して動く、こういう感じで動くっていうことなんですよ。でこの操作がめちゃくちゃ難しい。伸身宙返りで体を動かすときっていうのは、こっからこうなんですよ。こういう動きなんですね。伸身の状態で体を動かすっていうのは、回転において一番難しいんですよ。そうですよね。抱え込みでこうやってやるより、体まっすぐの状態でこうやってやったらめちゃくちゃ大変じゃないですか。まあこれができない原因としては、やっぱり体が弱いとか、姿勢の作り方が分かっていないっていうことが挙げられたりとかするので、この練習でね、その姿勢の確認というか、操る感覚っていうのを分かるよねっていう話なんですね。もしよかったら試してみてください。以上、村戸でした。バイバイ。